こんにちは、こんばんは。どうも、コロコロカーくんです。皆さん、妖怪ウォッチ3やってますか？やってると思うんだけど、この妖怪ウォッチ3バージョンを更新して 1.2 にするとですね、あのアンドロイド山田が手に入るということで、今日はですね、このアンドロイド山田をゲットしてみたいと思います。このアンドロイド山田なんですけども、コロコロが行ったですね、ハガキコンテストで最優秀賞を取った妖怪なんですよ。最後にはなんとスペシャルプレゼントもあるから、最後まで見逃さないでくださいよ。ちょっと触れずに喋っちゃったんですけども、この方誰かわかりますか？わかるかな？この方はなんと別冊コロコロコミックで4コマ妖怪ウォッチを書かれている、ここだスルンパ先生です。特別ゲスト先生、あの普段からこんな格好で、はい、漫画描かれてるんですか？はい、あ、描かれてるんですか？それ本当ですかね？はい、あ、ちょっと不思議な方かもしれないですね。はいはい、本日のお題ということで、僕が妖怪ウォッチ3を使ってアンドロイド山田を仲間にするのが早いのか、それともルンバ先生がですね、アンドロイド山田の4コマを作るのが早いのかで対決してみたいと思います。ルンバ先生大丈夫ですか？頑張ります。じゃあというわけで勝負スタート。先に捕まえるか書いたが勝ちですからね。はい、大丈夫ですか？はい、あのこうやってちょくちょく邪魔していくんで僕よろしくお願いします。はい、というわけでですね、まずは僕はですね、今銀行に向かってます。銀行に、なぜ銀行に向かっているかと言いますとですね、こちらじゃじゃーん、次世代ワールドホビーフェアでお土産としてですね、ゲットできたアンドロイド山田のメダルを読み込んでみたいと思います。何が入るのかな。ちなみにルーマ先生はアンドロイド山田のメダル持ってますか？持ってないです。持ってない。ぜひですね、あの持ってる子にですね、はい、くれって言ってください。ということで銀行内に入りました。で銀行で QR コードを読み取ります。アンドロイド山田のメダルを読み込んでみたいと思います。そりゃ、はい、読み取りました。何が手に入るのかな。ヤマダレーダー、沼先生、ヤマダレーダー手に入りました。はあ、初めて。初めてアンドロイドヤマダレーダーを手に入れたので、早速アンドロイドヤマダを探しているわけですが、ちなみにルンバ先生、はい、ルンバ先生、4コマ漫画はだいたい1本どれぐらいで描けるものなんですか？1時間ぐらい。1時間ぐらい。その1時間の間に僕が見つければいいわけですね。いるのかな、アンドロイドヤマダ、不安だな。雲外鏡も使ってみたいと思います。ほい、どこだ、どこがいいかな、全然わかんねえや。ここじゃない気がするな。ここじゃない気がする。山田。山田レーダーに反応なしですね。沼先生、もう2コマ目じゃないですか。早い早い。僕まだ全然山田の矢の字も見つけてないです。なんかいそうな気もするんだけどな。おっと、沼さんが3個目なんだけど、ちょっと来た来ました、来たよ。さあ沼先生、アンドロイドはまだ話しかけてみたいと思います。来た、見てください、邪魔しちゃってるけど来た、アンドロイドはまだ書いてありますよ。果たしてその山田は本物なのか。お、謎の声が
本物の山田なら君の仲間となり力を貸してくれるだろう。お？バトルします。バトルしてアンドロイド山田と仲間になりたいと思います。さあアンドロイド山田来ましたよ。イエーイ、バトルしちゃいます。剥がせ、よーし、お払い完了。やばい、山田意外に強いぞ、こいつ。必殺技を使ってみたいと思います。3、4、5、6、7、8。回あ、やべ、移動してる。意味なかった、ウサピョン。ちょ、え、もう4個もない。ちょっと、うまさ早いっすよ。早い。ブラスターも使っちゃうよ。よし、プリチーマシンガンで攻撃だ。よし、当てる。あ、当たんない当たんない当たんない。 OK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  俺のテクニックを見てくれ。うまさん、これ見てください。これうまいっすよ、僕。むちゃくちゃ邪魔してる。ちょっと待って、アンドロイド山田の必殺技が来ちゃう。避けて避けて、ジバニャン、ジバニャン避けて。エッセーフ来た。山田の攻撃出た、へそビーム。むちゃゆるい、むちゃゆるいぞ、この攻撃。よし、勝ちました。これで友達になれるはずです。果たしてその山田は本物なのか。本物なのか。ここが運命の分かれ道だと。よいしょ。本物の山田だ。来たー、本物のアンドロイド山田です。やったー。え、ちょっと待って、見てください、アンドロイド山田と仲間になりました。ジョー先生わ、わー、わーって言いましたよ。すごい、すごいですよ。今回はなんとアンドロイド山田ゲットすることができました。はい、というわけで今回たまたま僕は偶然運が良かったのでアンドロイド山田をゲットすることができました。でもですね、このアンドロイド山田ハズレもありまして、そうするとなかなか仲間にならないですし、1日1回バトルなので本当に偶然、はい、勝ってしまいました。でも沼先生も結構もう完成してますよね。はい、下書きまで書きました。下書きまではもう完成してるんですね。すごいスピードで書いてるんですね、いつも。というわけで、まあ引き分けということで、はい、コロコロコミックではアンドロイド山田をこれからどんどん押していきたいというふうに思っております。昨年行った妖怪コンテストの対象に選ばれたアンドロイド山田、それはがきなんですけども、今ですね、そのアンドロイド山田がメダルになったりゲームになったり大活躍しております。なんとコロコロチャンネルではですね、アンドロイド山田のアニメを9月末まで大公開しちゃいたいと思いますので、こちらもチェックしていただければというふうに思っております。さらにここからですね、特別プレゼントに移りたいと思います。そのプレゼントとは何かと言いますと、じゃじゃん、ワクワクコイン風です。よいしょ。今から見せる QR コードを妖怪ウォッチ3で読み取ってください。そうするとコロコロ限定のコインをゲットすることができますよ。さらにですね、今書いてくださったルンバ先生の4コマも同時にお楽しみください。それでは QR 読み込みタイムスタート。毎日徹夜で仕事大変だな。僕もアンドロイドになりたいな。あ、山田だ。え、なになに、カー君は素敵な曲と素敵な歌詞が書けるからいいじゃないかって。まあね。ああ、人間でよかったな。